はいどうも、皆さんこんばんは、モッピーです。ということでやっていきたいと思います。第3回カンストタグマ3日目ということで、ルールが変わりまして、ガチエリアビーバスパークマサバ海峡大橋ですか。結構なかなか難しいステージ2つ来ましたけどね、よろしくお願いいたします。お、なんか見たことがある名前が並んでますね。そうですね。第3チームのコンセプトはですね、一応表向きにはブラスターでカンストした人たち中心に揃えましたよっていう風にお三方には連絡したんですけど、このチームのですね、裏テーマが実はありまして、何かと申しますとですね、視聴者が大好きな人たちっていう、そういうあ、ちょっと言い方変えようか。視聴者の人たちの大好物っていう、そういうね、あの、裏テーマがあるので、ちょっとま、その辺は後々紹介しようかなと、いうふうに思います。まあ、ブライオン構成なんで、果たしてどうなることやらって感じですがね、頑張っていきましょう。さあ、じゃあまずはビーバスなんで、ちょっとそれなりに頑張ろうかな。お、いきますね。ハサミ打ち。52も52で辛いやつだし、ノバもノバで辛いやつ、シールド貼られてるからみたいな。あ、ジェットスイーパーですか？なるほど。これは一回この辺置いといて。うわ、マジか！これはちょっと申し訳ねえな。どうしようかな。右サイ？お、お、これはあれですか？俺が死なない方が、キル取れるってやつですかね、もしかしたらね。それかもしれない。ナイス？スキル取って。これは塗る？塗る？はい。さあ、上取りしてるのは、バレてるー！で、どうしようかな。しっかり防衛線を。あ、どこ？うわー！真下にちょうど合わせられましたね、今ね。綺麗に合わせられましたね。まあでもそれなりにカウントは取っている。さあ、打開がかなり難しいチームなので、これはもうガン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 、拾ってかざるをいけないんだけど、ただあれですね、どうしてもこう、左サイドのジェットスイーパーはかなりこのチームに刺さってると思うので、そこら辺は、様子見ながら出ていく必要性は絶対的にあって、変な溶け方をしないようにするのが多分一番、バカじゃないの、マジで俺。こういうのマジで多いよ。最近こういうのマジで多いよね。めちゃめちゃ多いよね。とりあえず一回壊しといて。ああ、見てるね、見てるね。見てるかなと思って出はしなかったんだけど。どうしようかな。一回とりあえずここ投げといて、一個ずつ行こうか。一個ずつ行きましょうか。うぅ、来ない。マジで？あー、見てるか。ずっといたね。右サイドから入るのもありか、これ。裏入ってるから、裏2枚でスッスッとこう行っちゃうのは結構ある意味綺麗かもしれないですね。カウント的にも勝ってるので。あー、ちょっと早かった。ちょっと倒し。んー、1、2個。リードされる。さあ、こっからですよね。こっからがカンストタグマ、重要なところですよ。この辺の打開がどういう風に動くかっていうのを、しっかり見る。さあ、いいですね。しっかり切り取ってくれてて、さあ、センサー測れちゃうけど。暴れに行く？せっかくなんで。あー、一番取ったけど、左サイドが入れてなかったか。左サイド入れてなかったか。カウントは取れるか。カウント取れればまだわかんない。ナイス。んで、ここ一個投げといて、また右サイ展開で。うわ、マジか。潜られちゃいましたね。確認を狙いに行ったキルなんですよね、今のはね。結構よく、直撃なんで取らないんだよ、みたいな話されると思うんですけど。確認取りに行ってるやつと、キル取りに、直撃取りに行ってるやつがあって、今の一発当てられちゃうと当たっちゃってるんで、どうしてもね、甘えちゃうんですよね。それノバもよろしくないところで。嘘、いたのちょっと。マジですか。マジですか、すか。左サイ、綺麗に、あれですね。左サイを抑えられてればもうあとは多分いけると思うんで、あとはまあ、動き見ながらですね。ナイス、台を吐いて。
3押す。あとはリッターだけ。こうなってしまうと、あとはカウントとりあえず進めることの大切さ。そして左サイドに誰かいるかなっていうのをしっかり見ながら、いないんで、僕が行くべき。綺麗に刺さったね、今ね。そしたらあともうここ取って勝ちでしょ、多分。センター開いちゃうかな。センター開いちゃいそうだけど。バレたか。台を吐いて。マジか。マジか。おーい。開くねえ。開いちゃうねえ。開いちゃいますね。そう、また取られていく。結構実は相手チームも強い説。シールド使われた後ろ。しかもそこしっかり倒して止めていく。強いな。ちょっと俺死にすぎ。ちょっと死にすぎだな、これは。もうちょっと落ち着きがあった方がいいですね。これは反省しましょう、この試合は。かなり足引っ張った感ありますが。でもそれでもブライオン構成で勝てるってやつですかね。おやおやなんだこれは。ちょっとこれはなかなか面白い試合になりそうですね。ということで、第3チームのメンバーご紹介させていただきたいと思います。上から順番に、受験勉強どうなったんだ、ワロテン。いつになったら50キルしてくれるんだ、50キルスローくん。そして最近、モッティの動画にコメントしてくれないよね、でおなじみのブラスターの神様さんですね。さあ、ワロテンが、唯一完走してないんですけど、この中でノバブラスターを、ノバブラスターを持ちました。さあ、どうなることやら、こっからが、本番ですね。まあ、まず一試合ちょっと自分のメイン武器のブラスターでドヤ顔して、じゃあちょっと、まあ、三人に合わせようかな、みたいな多分そういうことを考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。さあ、ノバ4構成、こっからが本番ですよ。さあ、ノバ4構成ですからね。ビーバスパークはね、どうにかなると思うんですよ。ビーバスパークは、問題はマサバ海峡大橋なんじゃないかなっていう風に、ちょっと個人的に思ってて。おー、マサバ海峡を引きましたね。ちょっとこれはマジでどうなるかわからないですよね。ノバ4構成、さあ果たしてどうなることやら。若葉、ノバ、寿司、リッター。いや、いくらエスプラチームではないとはいえども、ちょっとこの構成差はさすがに埋まらないものだと正直思う。正直思いますね。だからこそ、果たしてどういう動きをするかを、ちょっとみんなで見ながらですね。リッターそこに行ってくれるんで、こっち、多分みんな前に行きたがりなんで、ちょっと一人ぐらい、自陣塗る人間がいてもいいんじゃないかなっていうところですか。インク回復入ってもいいかも、この構成だったらね。さあ、左、おっと、人数が出ていくと、ちょっと、味方がいないところに行って、裏取りが刺さるか、ここが、綺麗に入って、さあ、二オツ、おやおやノバ4構成でマサバいける、マサバいける、マジ入って、キル取っちゃう、ワロテン取っちゃう、行っちゃう、行っちゃって、それはそれと、それは取れない。降りる。降りちゃうよ。降りちゃって、右サイド二人固めてて、左サイドはモッティが一人いるから、もはや、これは、完全に、バレてない、バレてない、あのスパショに対してバレてない、あのワロテンが。よかっこー。ちょっと、辛そうなんで、辛そうなんでちょっと前に出ましたけど。さあ、右サイドから固められていくが、ここはボムラッシュ、待ってたボムラッシュ、ナイス。さあ今度、右サイ、おっと、行かれちゃったんで、これ裏来るかな、裏来ないかな、ノバ的には、これは、おっと、どうしようかな、若葉出てからですね、ここ、あー、ナイスボーン、ナイスボーン、これは俺何もやらなくていいやつですね、久々に。ちょっと、これ濡れない、ナイス、俺これ1キル取ってなくない、ちょ、最後に1キルだけ取らせて。最後に1キルだけ取らせて。最後に1キルだけ。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 1キル。いろいろ勉強になりますね。世の中やっぱ、同じ武器でカンストしてる人たちのね、こうやって動きをね、冷静に観察してると、まあ、なかなかね、回線押しかな、やっぱね、こう、面白いですよね。ちゃんと面白い面白いな。ちょっとあれだな、
せっかくだったらさ、ちょっと、これあれだわ。ちょっと装備変えるわ。あれでしょ?ちょっと新しい可能性をさ、見出そうぜ。防御。防御。ゾンビー、あ、戻ったよ。ゾンビー攻撃防御ホッカス?ホッカスカーストしてんの?ワロテンって。そうなの?あ、してる。あ、してるって書いてある。お。なんか、それなりに、だって、書いてあるってことは、それなりに使えるってことなのか。へぇー。強いですね。やっぱ相変わらず、村上さんも強いですね。でもさ、やっぱこの動画で何が一番見たいって、いや、ワロテンの活躍も確かに見たい。村上さんの、活躍も確かに見たい。たださ、一番見たいのって、50キルスロー君が50キルするところですよね。ね。本当に。そこが見たいから、今回誘ったわけではないですけど、当選されたんですけど、50キルスロー君に関しては。見たいんですよ。だからこのチームに入れたんですよ。ね。だって、村上さんとワロテンだからさ、それなりに盤石じゃないですか。で、まあ、モッティじゃないですか。まあ、それは置いといてですけど。ってことはですよ。そこをうまく、バックアップしてるチームがいて、かつ、そこに、ナイス、綺麗に、はまるんじゃねっていう、そういう構成なので。ああ、なんでそんなこと言うの?ああ、マジで。どこに行ったんですか?どこ?上からグンって降りてきてたの?ちょっと今のわかんなかった。裏取りしてたわけじゃないから、潜んでたっていうのもちょっと多分違うだろうし。多分入れ違いになっちゃったんだと思うかな。はい。で、一個ボム置いて、塗って、右さえ見る?見れる?見れない、まだ見れない。イエーイ!はっはー!登っちゃって。あ、やばい。これは怖いやつ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 。どうするやつ。左サイド固めてるやつ。スパション無理なやつ。落ちるやつ。来るかな?この辺置いといて一回。置いといて。全然変なとこ置いてるんだけど。さあ、おっと、荷物してる。荷物してるんで、ここ、取らせない。取らせちゃってる。ハイドラ?ハイドラか。また惜しいの。うわーい、戻れない。ただエリアは防御の方がいいかもしれないですね。今更感。いいよ、いいよ、いいよ。でも、ま、全然人数より常に食ってますからね。暴れてますよね。さあ、寿司。出てこれないように動かして。ナイス。どういう死に方したいの、それ。ハイドラか?ハイドラに散らされた?ハイドラに散らされましたね。一個置いといて、この辺投げといて、ここ?あ、やばい。うーダイナモいな、あれ来ないのか、死なない、相打ち、うん、うん、いや、ブラシタでもやっぱ強いね、ブライオン構成でもやっぱそれなりにこうしっかり固められるあたりがやっぱ強さの秘訣みたいな、ウォールダウン、一瞬見逃さない、さあ前に出てくのか、さあそして危ねえ、俺くれるのかと思ったらくれなかった。おっと来たか、これは4対4だから出すぞ、ゾウが。さすがに。地獄絵図になるか、地獄絵図になるのか。バリアがあって。バレてる、マジでそこバレてる。さあ、しかし、残っている。ラスト一人。村上さんずっと後ろにいるんだけど。ちょっと村上さんあれでしょ、キルレ良くしたいからって後ろにいるんでしょ、今の。ちょっと動画的にどうなのよ、ブラカミさん。死んだ。ちょっと待って、やばい。ちょ、死んで。あ、死んでた。ちょっと、人のこと言えないんですけども。あんたさっきずっと後ろにいたやん、みたいな。取れちゃう。ちゃんと取れちゃう、それ。困る。さあ、しかし3落ちしている。取っちゃう。やっぱ俺、このチームいらない人ねえの、これ。これ、俺いらないやつじゃねえの。割とガチでカメラマンでいいんじゃねえのこれ。いやー、強いですね。さすが。さすがですわ。さすが。だんだんモッティが、あれですね。立場が後ろになっていきますよね。
あれですね。じゃあこの動画全部で、50キルするおくんは50キルしてくれてるでいいかな。そういう感じにしましょうかね。ね。ラスト試合行きましょう。ラスト。ラスト行きましょう。ビーバスとかが来た時のこと考えるとね、なんか、ゾンビの方がいいかなって気もしないでもないんですけど、またなんかブラスター変えたよ。あ、ちゃんとやっぱり、ラストはブラスターっていう感じで、整えてもらった方がね、いいですよね。いいですよね。いや、そこはやっぱね、いや、そこは空気読まないとね。そこ空気読まないとね。そこはやっぱさ、その見たいんだよ。視聴者的に、おー。俺さ、前のと、カンストタグマもさ、なんか似たような流れになってた気がするんだよ。な一回途中で心が揺らいでみんなが、違う武器持って、で、一番最後にノバを持つっていうね。だいたい終了時間教えてるんで多分、これラストかなみたいな感じてくれてるんでしょう。さあ、ラスト再びノバ4構成になって、楽しんでいきましょう。マサバですね。ここで勝ってこその、真のノバ軍団っていう感じかな。お、カーボンプライム、必戦寿司なんで、ただまあカーボンでしょうね。カーボンの処理が一番うまいやつ選手権でしょうね、これは。一回置いといて、前にみんなが行くんで、ここは盤石に。おっと溶けていく、溶けちゃって、入って、おっと、いけるか、右サイがちょっと空いてますか。カーボンがいて、とりあえずカーボン洗い出したは洗い出したけど、どうしようかな、これ。戻った時に、よーし完璧見えてた。この味方の動きを見ながらの、このボムの配置ですよ。どうしようかな。ほんと、おせおせだな。おせおせムードだな。いや、おせおせムードのところにあえて飛んでいく。あえて飛んでいって、死にかける。危ない。どうしようかな。ごめん、めっちゃ迷った今。めっちゃ迷ったわ。なんか何しようかなって考えてたら死んでた。面白すぎますね。そこさあ、荷物して3個目、ちょっと苦しそうなところに出て。おー。硬いねー。あ、バレた。一回ヌーロー。硬いねー、このチーム。すごいね。よし、いいよ。もう勝ちに行くから。すげーな。もうみんなやる気満々だね。おおっ、おっと、俺しかいないよ。俺しかいないタイミングで。一個倒し、スパショが、カーボンがいない。上、うわぁ。心臓に悪い。マジね、やる気満々すぎる。やる気満々すぎるよ。キルトリ選手権になってます。じゃあ、俺も行くわ。俺も行くわ。やばい、死んだ。やばい。これは、ふっ、あ。あ。お、まだまだキルが取れるドン。もう一回遊べるドン。やるしかないドン。キルをいっぱい取るドン。やばい。おや。あ、死んでないか、これ。どうするこれ。この辺戻って、結構きつそうなんだけど、スルオくんきつそうなんだけど、スルオくんを救うことなく、これは、その後ろに隠れて、落ちた、すごい。ふっ勝った。あ、行っちゃった。勝ったキリ。さあ、いいぞ。
ほんで、いい子。左誰も見てないから、左見よう。で、左あんま切り取れないんだよ。おー、50キロするわ。うわーす。ガムちょ、待てよ。ちょ、笑って待てよ。ちょ、今、映ってたけど、画面上に。画面上に映ってたけど。映ってたけど。映ってはいるけど。うーい。あ、これは、どうだ？どうなんだ？間に合わないか？勝ったのか？勝ったのか？めっちゃさ、さっきからさ、ナイス押しまくってんね。目立とうとしすぎ。いやー、非常に面白いチームでしたね。コメント欄で一斉に突っ込んであげてください。皆さんぜひとも。さあ、誰が最後一番キル取ったのかな？あー、ワロテンだったわ。楽しい、楽しいね。ノバ構成でした。さあ、ということで、ラスト一組はですね、また特別なチーム作ってありますんで、ぜひとも明日までご覧いただきたいと思います。ということで、モッティでした。また明日、バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。超久々にアニポケ見ました。19年間で初めてサトシがポケモンリーグ勝つっていう話だったんですが、残念ながら決勝戦敗退。なんで月光が居合切り覚えてたんだろうな、あれな。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。